はい、どうも皆さんこんにちは、サワヤンゲームズですと、しゃ、本日なんですけども、こちら、おそらくサムネタイトルもあります通り、南極で目玉焼きを作るゲーム、こちらプレイしていきます。どうやら、かなり、難しいとの噂です。ちなみにどういったゲームよく分かっておりません。ただ、目玉焼きを作ればいいらしい。すごいなんかぬるっと始まったけど大丈夫ですか？設定とかないのかな？あ、なんかズームできる。なんかいるよ。え、なんかいるんだけど。何？なんかいるよ。誰？エベレスト、頂上で卵は焼ける。エベレスト、頂上で卵焼けるだろ。なんちゅう質問、いきなり。お前誰？無理だと思うかね。下側を焼いてる間に、上側が凍りつかずだ。今度は、忘れないでくれ。何を？何を言ってんねんこいつは。目怖えし、なんか脱出を隔たため蓄えたって分かる。君の手機能は全て情感が剥奪した。今や君できるのは歩行だけ、それと料理。なるほど、そういう設定ね。そうだ、卵を一つ頼む、両面焼きでいつも通りで。これでマウス移動で加熱。なるほど、今これマウス動かすと卵動くわ。はい、なるほど。はい、これ加熱して、あ、こう下にあるとこう、いろいろできるわけね。なるほどね。焼けました。片面でフライパンの、片手を振っ、こういうこと？え、結構巻くね、俺。ああ！待って、むずいぞ！繊細だぞ、これ。繊細動き求められる。なるほど、なかなかおもろいぜ。これあ、やばい、コツつかんじゃったわ。コツつかんじゃった、両面焼き。これもいけたべ。いいじゃないか、褒められた。この仕事が向いてるんじゃないか。いいよ、俺出てこれで目玉焼き、目玉焼きのプロになる。ここを無事で出会えたら6異性の認可が必要だ。何、町へ出て飢えた者たち施すといい。そうすれば、なんだこれは、勝ち見できるかもな。何？もう何も残ってないんだ。今度はしくじらないことだ。何？俺なんかしくじったの俺。これ先行く？なるほど。こっからストーリー始まるわけね。え、おもろいんじゃないかこれ。ロードしてる卵。多分いろんなステージがあるだろうね。怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。いっぱいいるぞ。まずこいつがいてる。こいつ怖いぞ。お前大丈夫？頭。え、絶対ふ、え、本当に心配なんだけど、君。何があった？やばいやばい。グラビつく怖いんだけど、ちょっと悲しくて言うか。今朝コップ切らしちゃってさ、数ヶ月前からドローンが自販機に補充しなくてね、またボールから直飲みするアメだよ。何を言ってんの？だからそんな皮膚やばい。何何？え、なんか、え、怖い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 。何何？なんか変なダンス始めたよ。もう勘弁。何やってんの？え、どういうこと？お前卵いらないの？お前は？お前鼻になんか刺してるぞ、こいつ。え、変なやつしかいないんだけど。お前何？あんたが鳥売りの新入り？前のは長持ちしなかったね。え、そんなね、過酷な環境なの？卵一つ頼むよ。両面焼きでね。いつも通り。来た！タバコも炒めてくれるかい？風味つけたいんだ。つけにいいんだ。火はつけちまってるから消える前に頼む。え、やば。何それ、何その、は、待って、意味が分かんない。結構タイムが戻るってことは、何タバコ入れてんの、頭おかしいだろ。ほい、うまい、うまいぞ。しかもタバコの上に落とすっていう超高等テクニック。これプロいんじゃないのこれ。うわー、あんたのフライパンさばき昔仇だね。なんだか落ち着く。え、俺プロいんじゃねマジで。きっと忘れないね。大切って感じ。え、こいつクリアってこと？あと9人。なるほど。これ全員の腹満たしてくるのか。じゃあ次お前。
は時間返してくれこいつら。なんだよこいつ、時間返せお前ら。どっかに空腹やつ探し行くか。お前空腹か。アパートで肉が腐ってく様子タイムプラスで撮ってたんだ。マジうまくいってほしい。何をやってんの、どういう趣味、え、ガチどういう趣味。こっち合ってる、めっちゃ空腹。あ、なんか空腹そう。マリアナ海溝経験者に会えたため試しがね、本当にいいのかね。俺みたいな男には玉二つだ。玉二つ、ダブル焼きいくか。これ難しいぞ。いやでも俺は決める、一発で。俺うまいもん、俺この家マジでうまいと思う。え、待って、俺プロかもしんない。俺よりうまいやついるのこのゲーム。え、ガチで玉二つもよく焼くよ。はい、うわ喜んじゃってる、嬉しくなっちゃってるこいつ。人生最高の玉二つだな。ちょっと卑猥だ、こいつも頭玉みたいなやつだ。八空腹、八空腹で残り。さあ空腹やつどこだ、お前空腹か。あんたが密輸した鶏胸サルモネラ切りだったら最悪だな。そりゃすまないね。いやすまねえわそれは。よく焼いたかい。ああ、イタリア風にフライパンでさっと焼いたよ。俺みたいなとこはエリ好みしないのさ。何を言ってんのマジで。ふん、イグアナだってサルモネラ気持ちなんだ。最近イグアナに気づかなかったか。ああ違うね、なんでこんなことが起きちまったんだか。他人に渡す前に自分で肉を確かめるんだな。傷ついたよ。傷ついたとか事件じゃろ、サルモネラ菌に感染してたろお前。もう7年の付き合いだろ。え、何、え、何、待って、あ、卵立ってる、卵立ってた今、やばかった。え、ベーコン、ベーコン入り肉付きですか。これ難易度上がって一気に。いや難しい。あーくそ、やっちまった、最悪最悪、落としちまった。まあ、今のちょっと待って、一旦こう揺さぶりかけてちょんっつって。うわー、そんな飛ぶベーコン。待ってこれむずい、このステージ。ベーコンクソ飛ぶ、これいけるべ。やばい、卵焦げちゃう。いやベーコンひっくり返んね、ベーコンがひっくり返ってきそう。くそ、待って待って、か重なってるから焼けねえ、やばい、待って、あー、もうくそ、うまっ、今のひっくり返しはマジうまい。やばい、飛びすぎた、最悪。ちょっと待って、一生ベーコン焼いてるんだよ俺。ぶっ殺すぞマジで。まずはまずはまずは目玉焼き、まず決める、まず決める。でベーコン奥でいこう、目玉焼き右、オッケー、目玉焼きまずここチョン、目玉焼きチョン、目玉焼きチョン。で回りすぎなんだよお前、ふざけんなマジで。うまい、ひっくり返そう、まいける、これいけるはず。どう、これクリアでしょ。よっしゃー、やっといけたー。これでいいかい。いいよ、いい飯にはバランスが肝心だ。温かいもんと冷たいもん混ぜるとかな。とりわけ肉料理は重要だ。やっと終わった。やっと終わったよ、こいつ。じゃあ、でもこれ以上難くなったら俺結構無理なんだけど、マジで。結構マジで無理。まあ、全部最悪だな、この世界。焼き場、インドは、兄弟のトニー。兄弟のトニー、あいつに任せろ、全部。大して料理好きでもないのに。腕前と信用エンドに必死でさ。最悪なやつじゃん、トニー。6位生に認められたいんだ。出ていく認可得るためにな。今何？昔俺そっくり。何、何、何今のストーリー。多分だけど拳銃持ってるやついる、全員これ話しかけた方がいい。怖すぎる顔が。何を言い出すの急に。
セックスなんざいらねえのよ。仮装からベーコンいただいてきた。何？え、何？タバコもセットで、これ時間制限付きってこと？時間制限付きだこれ多分。待って、やばい、やばい、やばい、マジやばい。オッケー、うまい。これうまいよ。これいけるべ。これ来たべ。これいった一発で。一発いったはず。よっしゃー。なになになに、ありがとな。え、なに、俺天才じゃん。六空腹いらんだって。なに、お前なに、お前なに、この魚レーション10年つけないんだ。食べ時ずっと待ちすぎてさ。なあ、今こそだ。ポンと開けて魚裏までよく焼いてくれよ。魚付き？何これって？何これ？タバコも入ってる。なんでタバコぶち込むの？どういうことこれマジで。合図いつ？あ、開いた。なんかいろいろ開いたよ。待って、いろいろ開いた。どういうこと？いつ？焼けた。この瞬間はせ、え、今できたってこと？今のできたろ！最後魚捨てたけど俺。なんかできた。絶対相当むずいレベルだったぞあれ。でこいつは何、誰だお前、お前が誰だよ。ああ、新しい鳥売りか。俺らがちょろちょろしてるだけか。は、失礼だ。6位と話し合えるか。そいつは結構。何、お望みありがとうよクソ野郎。は、餌付けなら別のやつにしな。最低な口だな。偏在だと言い出す者がいたら何と言われようと無視して構わない。それと無秩序もだ。なんか哲学者みたいな口調な全員。我らは飢えている。何、今度は何、え、嘘だろ。卵4つは何より高すぎだろ。これやばいよ。俺は決める。ちょんって、うまい、うますぎる。この男うますぎだろ。4つ一気いったべ。いける。やばい、最悪。落ち着いて、いけるよ。ちょっとこ焦げそうだけどいけるよ。オッケー。我らは注文の無秩序に対し君が提供した卵一切の絶え間ない偏在性の統一には驚愕されたんだよ。君と白身のためにいる関係性、感無量で君の感性を雄弁に物語っている。クソありがとう。なあ、すごい言葉遣い。クソありがとうだって。あたしらみんなトイレに蜂蜜瓶置いてたんだ。おっと、無駄話しちゃった。お前は本当にバカ野郎だ。ちょっと待って、本当にこの、やばい。俺結構上手いのか下手なのか分かる。最初の、結構あるぞ俺。結構全クリするよ。あんたが鳥販売所から出てくるの見てたぜ。それだけ？前の鳥は長続きしなかったら、あいつとうちの新しいカードの話したんだ。そう、前のやつはみんな話すけどさ、結構有名なやつ、前のやつ。嫉妬して消えたんじゃなきゃいいんだけど。自慢まで聞こえないようにしたのにな。何何何何何、意味深なんだけど。何、初めてちょっと可愛い感じの女の子できたよ。残飯出たらさ、いつも食べるとこさらに、こそぎ取ってレンチンするんだ。それからこそぐのに使ったフォーク流しに置く。ちょっと無駄って感じ。え、何、え、卵だけ、え、ちょっと待って、タバコだけ、え、どういうこと、何これ、え、何これ、え、こいつ薬中じゃん。え、終わってんじゃん。これタバコ1個でも落としたらアウトってやつ。ただ俺には余裕なんだよね。俺には余裕なんだよ。え、待って、何このタバコまみれ、何これ、これこれ多分誰も昔みたく作ってくんなくてさ、俺天才だわ。え、あと3人、あと3人で全クリじゃね。俺いけるぞ余裕で。お前とか、うん、カラオケ行って入ってない曲歌いたい。は？ちょっと待って、置けてない、そもそも。ちょっと待って、意味が分かんない。何これ、魚めっちゃ出るやつでしょこれ。なんでそのカンカンのまま焼こうとするか。ちょっと立ってるの大丈夫これ、立ってるの大丈夫なのかな、焼けんのかな、それでも。
多分焼けなさそうだよね。魚をこっから多分落とさなきゃいけない。OK、魚落として、で、こっちも OK、魚落として、完璧じゃない。来たべ、これ来たべ、これ来たべ、あと1匹 OK、ナイス。さあ、あと2、あと2で、あと2で全クリ。なんか起きるのでも誰もここから出られやしない。連中って俺らを必要としてる、マジな話な。汚職ってわけじゃないぜ、多分。ふん、何、え、あとどこにいる、え、満たしてないやつどこにいる、え、もう誰かスルした、え、嘘、お前ちょいと肉引き受けじゃもらえねえか、手が足りねえんだ。向こうの矢から腹の音が聞こえたんだ。手間取っちまったな、こいつか、緊張ってんのかな。やばい、ソーセージ来た。待って、えぐい、それはそれはえぐい。これ待って、これ絶対難しいわ。わかる、俺にはわかる。まず弾をひっくり返す、で、こっちもひっくり返す、飛びついたもん。いや、うまい。あとソーセージだけいける。 OK、 あるあるある。え、うわ、いや、うますぎだろ。めっちゃ褒められたし。あと一人、あと誰、あと一人どこ、ここだ。これでとりあえず10だ。絶対一人はいるはず。お前ら絶対腹減ってんだろ。え、彼女別の学校行ってんだ、信じるよ。あいつ上位だからお前には分かんないや。来た、これ決める。魚の卵ね、あ、これ余裕だわ、これイージ、これも俺にとっちゃもイージーすぎる。こんな簡単でいいのって感じ。はい、完璧でしょ。で、ここ魚出して、はい、もう終わり。もう簡単すぎて、ほんと笑っちゃうわ。もう笑っちゃうよ、これ。イージーすぎて。はい。これ10よ。ゼロ空腹。で、何が起きる？え、なんか入れたんだけど。何？クソゲーだ。